吉田、吉田が入っていく。今聖子がこうやってね、吉田っていう声をかけますから、これが角打ちの聖子の掛け声だ。右角を使ってね、そして滝の花さん、いや滝の花の粘りがすごい。ちょっと林なんですけど、一発飛び込まれたのを落ち着いて受けました。はい、このさっき言った私アスリートっぽいような後ろって言いましたけど、はい、この足の速さですね。そうです、瞬間的に飛び込むこの速さ、これが滝の花。はいはい、だからフェニックスもやっぱり、あーっと、このようなフェニックスがなんとかですね、あー大変大変面白い対決になりそうです。さあ、いいですね、タコベが相手をじっと見てます。さあ、ザンテツはどう出てくるのか。ザンテツはですね、今このタコベが仕掛けてきた時の隙を狙おうとしてます。左と左でぶつかってる。この黒いシーン、滝の花ホールのこの掛ける技、角を使って相手の角の下を取る、このうまさ、これは私、この牛はこの18歳という年齢になってもまだこの牛の技術が一番だと思います。しかも両方の角を使うんです。角の牛というのは私たち人と一緒で、はい、引き、さあ見事に取りましたね。あー見事でございます。喜びを表現する。あーすごい、このかすみが美しいですね。先に一夜